脱皮したての虫みたいな色しとる。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回はね、またこっちに戻ってきて、エレベーターが動いている利用しますか、地下1階。さあ、ついに八千穂の指輪のある異世界のキーワードは陸神討伐のよ。わだつみの指輪のある異世界は海神討伐のね、海神。そして穂明かりの指輪がある異世界は空神討伐のを使ってディスクを作るの。さあ、3つのアクセサリーを手に入れなさい。どれから集めても構わないからね。ってことで、八千穂やっけ、前に作っとったやつ。エネルギーを消費してマップなディスクを使い異世界で冒険されますか。ほい。んーで、ディスクを使用。この試される塔の陸神討伐のマップ。あ、待って、エネルギーがないってことだからエネルギーを回復。もう1日フリーパスとかでいいよね。ほい、オッケー、お金はあるさ。ってことでこれでディスクを使用。レベル40、試される塔の陸神討伐のマップ。チェックポイントを巡り、できるだけ早くゴールまでたどり着きましょう。クエストに挑戦する。チェックポイント。試される塔の陸神討伐のマップのクエストに挑戦しますか。ほい。チェックポイントを巡り、できるだけ早くゴールまでたどり着きましょう。クエストスタート。ってことで、あ、こっちじゃないや、こっちか。あれ、これは結構ジャンプとかする系かな。あ、あっこだ、チェックポイントあるじゃん。ちょっと空中ライドで行っとこうかな。ほい。そしてこっち、遅いな。あ、ここに、え、これを順番に通っていけばいいだけかな。ちょっとよく、あ、あったあった。ちょっと待って、いや別にやられることはないんだけどさ、やられることはないけど邪魔だよね。多分これ時間とか関係するんじゃないの。できるだけ早くって言ったもんね。やべえやべえ、時間がもったいない。はあ、あ、お、続いてなかった。陸が続いてなかった。危ない危ない。で、こっち、こっちか。よし、オッケー。これ何箇所、あ、今3箇所、これで4箇所目、半分、やっと半分。そして、ん？これ上かな、もしかして。え、っぽいよね。あー、落ちるー。は、え、届きますこれ。あ、いけるか。あ、いけーた。よし。で、こっちの方向。あ、あっこや。いける？どこ？あった。見つかりそう。お、そして正面。順調やね。まあ言うて全部こじんまりとしたとこに集まってく、あ、あっち。こじんまりとした場所にね、集まってくれとるけんいいんやけど。これで最終？ほ。どうよ。ん？まだあるじゃないか。どこ？こっちか。ど、あ、あれだ！ゴール？ゴール！やったね。へい。お、クエストクリアー。いいね、なんか。かわいい。お、S。やった。戦闘回数とかもなんか含まれるんかな？この評価に。報酬は八千穂の指輪です。これより報酬ゲットの抽選を行います。抽選なの？結果報酬確率 80%。お。おめでとうございます。特別なプレゼントをゲットしました。八千穂の指輪を入手しました。やった。試される塔の陸神討伐のマップのレベルが上がった。レベル40からレベル45。またのご利用をお待ちしております。んで、お、八千穂の指輪をセンタービルの地下1階にいるアロマに見せに行こう。すぐそこに。へいへい、アロマ。ゲットしたよ、八千穂の指輪。お帰り、うまくやってみたいね。手に入れたんでしょ、アクセサリーを。手に入れた、手に入れた。そのアクセサリーを持って、ポイントゼロにある、ルキア先生の研究室に行きなさい。海星神と戦えるよう、時空の裂け目の封印を私が解いてあげるわ。時空の裂け目やって。ポイントゼロ。じゃ、とりあえずルーラで、あ、違う。
ルーラで。はい、ポイントゼロ。いいよね、なんかこう建物の中でもルーラが使えるっていうのは助かるよ。ルキア先生の研究所。ほい、来た。ついてくるの早くね。あー、ルーラ使ったんかな。お待たせ、アイナ。それじゃあ封印を解くとしましょうか。封印が解けたらそこの時空の裂け目から海星神のところに行くことができるわ。呼び方がよくわからん。絶対違う気がする。でもくれぐれも油断はしないこと。なんてあんたにはいらない説教か。これでついに一体目のボス。やっぱり裏ボスっていうだけあって表より強いんやろうな。怖いんだけど、表だいぶ強かったもん。まあ、でも一応あれからも結構強化とかはしたんだけどもね。時空の裂け目の封印を解いたわ。これで陸の神ヤチホコと戦えるわよ。ヤチホコ、あんたの勝利を祈ってるわ。頑張んなさいよ、アイナ。頑張るよ。なんか最初さ、うおー、びっくりした。飛べんのかと思った。最初さ、アロマのあの何タイツ、レギンス、これちょっと変えた方がいいよね。あれがなんか破れてねって思いよったんやけど、あれはそういうデザインですか。ん、ここ、こっち、あっちか。あ、もしかして、あ、やばい、びっくりした。届かんかと思った一瞬。お、なんだ。この近くに配置されている石碑を調べて、特技ラナルータを入手してください。ラナルータ、これ石碑。てかこいつが喋ってたんじゃないのか。お、何、調べれないっすけど。こ、お、石碑へのアクセスを確認。特技ラナルータを入手します。裏に来てまだ覚える特技があるのか。ラナルータを覚えた。イエーイ、なんか知らんが覚えたよ。ラナルータは今いる場所の昼と夜を入れ替える特技です。あ、あー、なるほどね。あ、なんかそういえばこういうの昔からあるよね、この技。モンスターには昼にしか出ないもの、夜にしか出ないものがいます。そのようなモンスターをスカウトするとき使っていくと良いでしょう。なるほど、それは結構まあスカウトに役立つということだよね。で、こっち、あ、やべえ、アクセサリーじゃない、アクセルではそんなとこまで飛んでいけない。で、何これ、何をすればいいんだろう。は、お、通り過ぎた。え、あ、調べるのか。時空の裂け目が広がっている。こことは違う空間につながっているようだ。もしかしてあっち側って裏側やったんかな。時空の裂け目に入ってみますか。ほい、いけーい。なんだ、こわっ、でかっ。時空の裂け目、この場所しかない空間、これがヤチホコ。お、世はヤチホコ、大地の力を宿す偉大なる神なり。人の子よ、世の命の輝きたる星のかけらを求めてここに来たのか。ならば世に力を見せよ。力なき者、星のかけらを得る資格なし。なんかめっちゃ何色っていうんかがよくわからんね。陸の神ヤチホコ、なんか緑か、白っぽい緑、なんかちょっとさ、脱皮したての虫みたいな色しとる。ちょっと表現の仕方がよくわからんけど、なんかこんな感じじゃない、違うかな、脱皮したての、違うか、まだふにゃふにゃの状態のさなぎとかそういう感じ。まあ私が思い浮かべてるのはモンシロチョウなんやけどね。モンシロチョウのさなぎ最初こんな感じの色じゃないっけ。え、なに今の、なんかでっかい目玉投げた。目玉じゃないのかな。何か持っとん、ずっとあれ。てかこのさ、敵よりもこっち側の方が確実に
もう見た目からして悪の化身の集まりって感じなんだけどね、向こうは向こうでなんか、まあ、神様やけんなんやろうけど、すごい神秘的な感じやのに。ウェイ、結構なダメージ来たよ、今。大丈夫？ちょっとちゃんとお仕事してね。命大事にだよ。お、ベホマズン。よかった、よかった。よかった、よかったって言っても、それでも、全然だよ。ほらほら、指導君ちょっと体力少ないんじゃないのかい？ジバマータ、うー、あ、でもまあ一応いっぱいダメージは与えられる。ダメージ何回も攻撃はされよるけど、そこまでじゃない。このメドローは結構いいよね。ダメージがね999とかやばすぎやろ。いけーい。うん、表のボスより多分強いんだろうけど、こっちも強くなったから、てかこれ以上強くなりようがない。おお、いった、やった、結構な余裕やった気がする。イエーイ、全員星だからね。見事なり、ありがとう。あれ、目玉持ってない、気のせいかな。消える。これがアイテムとか？お、なんか残った。星型みたいな感じ。星ではないのか。これがなんか必要になってくる。お、星やった。陸のスターピースを手に入れた。ポイントゼロの研究室で待っているアロマの元に戻り、このことを報告しよう。え、普通に帰ればいいんかな。ルーラー？え、使えない。マジか、ルーラ使えんのや。ってことは、そのまま帰れと。オッケーオッケー。ほい。時空の裂け目から元の世界に戻りますか。ほい。ここからやったらルーラで帰れる？あ、帰れる帰れる。はい、ポイントゼロ。てか、この空間もある意味、全然現実的な感じじゃないんだけど。さあ、アロマ。ゲットしたよ。なぜそっちから帰ってくるって感じやけど。スターピースを手に入れたの？驚いた。正直無理かもって思ってたし。私の見込んだ子だとはいえ、やるものね。あんた完全にアンセスを超えたかもよ。おお。ともかく、スターピースが手に入ったからには、ここから先は私の仕事だわ。すぐにあんたが持ってきたスターピースを未完成のスターシードに組み込むわね。スターシード、懐かしい。スターシードを触っていると故郷の星でのことを思い出すわね。最初のスターシードを作った頃、私はまだ先生の助手になったばかりでね、右も左もわからなくてさ、ドジばっかりやってルキア先生によく怒られたものよ。アンセスたちが命かけで手に入れたものを無駄にするつもりかいってね。思い出話が。でも楽しかった。星を作る研究なんて移民計画がなければやらなかったろうし。星っていうのはその実際に人が住めるような星なの。すごいね。え、これであと2つもそのスターピースが手に入るんかな。それで完成するってこと？これでよしと。陸のスターピースの組み込みが終わったわ。残るスターピースはあと2つ。あんたなら集められるわ。必ずね。だからちょちゃっと集めてきなさい。あんまり女の子を待たせるもんじゃないわよ。ちょっと前までおばあちゃんだったくせに。ほい。ということで、今回はこの辺で一旦切ろうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あとの2箇所も、ああいう巨大なモンスターが出てくるんよね。
それもやっぱりさらに強いとかそういうこと？それはないか。